ドーム S101 はドームが FIA スポーツカー選手権及びルマン24時間レース参戦を目的に開発したオープントップのプロトタイプレーシングカーである。ドーム F105 による F1 プロジェクトを終了したドームは2000年次なるフィールドとしてスポーツカーを選んだ。ドームのスポーツカー活動は1987年のドーム 87C 以来となった。1970年代から80年代のように、ドーム自身の参戦はなく、同社を購入したプライベーターからの参戦となった。デザインを手掛けたのは、奥昭恵である。同時期に登場した、ローラビー 2K10 や、レーナード 2K9 等に比べて、非常にスマートなスタイリングを持ったマシンであった。また、奥名栄は、 クラー・ジュシー60を高く評価していた。ルマン24時間レースでは、ヤン・ラマース率いるレーシング・フォー・ホーランドが2001年から2007年まで、ルマンに参戦し、2001年2003年には予選4番手を獲得するなど、打倒、アウディアール8の有力候補として期待されていたが、決勝では、主に搭載していたエンジンのトラブルに悩まされることが多く、 最高位は2003年2004年の総合6位と期待されたほどの成績は残せなかった。このほか2002年から2004年にかけて、近藤レーシングも横浜ゴムとジョイントし、ルマンに参戦。近藤正彦や福田亮、片山右京、加藤博則らがステアリングを握ったが、こちらも2003年に総合13位に入ったのが唯一の感想。 FIA スポーツカー選手権では、日本のチーム協とデンマークとのジョイントチームのデンビア、エビスチーム協、オランダのレーシングフォー・ホーランドから参戦し、2001年から3年間で9勝を挙げている。2002年、2003年は、レーシングフォー・ホーランドのドーム S101 がコンストラクターズチャンピオンを獲得している。なお、2001年に FISCC に参戦した当初は、 明らかに現実的なライバルとなる旧体依然としたフェラーリ 333SP を優遇するためと思われるレギュレーションが設けられ本来シングルフープロールバーを採用していたこのマシンに助手席側にも通称コスメティックロールバーと呼ばれるロールバーの装着が義務付けられるなど FIA のヨーロッパ社優遇措置を受け入れなければならなかった2005年以降は ルマンのレギュレーション変更により、マシンをドーム S101HB、ドーム S101.5 とマイナーチェンジしてきた。2008年、久しぶりの新車で、クローズドボディの S102 に受け継がれることになる。ありがとうございます。